コディ・エドワード・アレンは、アメリカ合衆国フロリダ州オーランド出身の、元プロ野球選手。ウト右ミギウチ。愛称はチキン、またはこれをスペイン語にしたポジオ。2011年の MLB ドラフト23巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名され、プロ入り。2012年には早くもメジャー昇格を果たし、7月20日の、ボルチモア・オリオールズ戦で、メジャーデビューした。 27試合に登板し、一般一ホールドだった。2013年は、開幕から1年を通じてメジャーに在籍した。リリーフとして、チーム最多の77試合に登板し、防御率2.43を記録した。2014年も、2年連続でアメリカンリーグ2となる76試合に登板。クローザーとして起用され、防御率2.07、24セーブを記録した。 2015年も抑えの役割を継続し、3年連続70試合以上となる70試合ちょうどに登板し、34セーブを上げた。2016年は4シーズンぶりの70未満となる67試合登板だったが、防御率2.51リーグ7位の32セーブを上げた。プレーオフでは、ボストンレッドソックスとのアルズでは2試合3回を、 無失点5奪三振で切り抜け、2セーブを記録。トロントブルージーズとのアルクスでは、4試合4.2イニングを1アンダー1支給7奪三振と高騰し、4セーブを記録した。迎えた、ワールドシリーズでは、4試合6イニング無失点を記録し1セーブを挙げたが、チームは優勝を逃した。2017年も、クローザーとして69試合に登板し3年。 連続30セーブ、通算100セーブを記録したが、自己最多の7敗を喫した。2018年は3年ぶりに70試合に、登板したが、4勝6敗27セーブ、防御率4.70と成績を落とし、ブラッドハンドの加入以降は、セットアッパーとして起用される場面もあった。オフの10月29日に、FA となった。 2019年1月20日にロサンゼルス・エンゼルスと1年850万ドル、出来高200万ドルで契約を結んだ。シーズンでは開幕から25試合に登板したが、防御率6.26と振るわず、6月15日にリーフとなり、18日に自由契約となった。2019年6月23日にミネソタツインズとマイナー契約を結び、翌24日に、 参加の AA 級ペンサコーラブルーワーフーズへ配属された。7月31日に自由契約となった。2020年2月7日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。7月24日に自由契約となった。その後、7月31日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。 9月3日に自由契約となった。2021年2月17日に現役引退を発表した。ありがとうございます。